の内装化を可能にしたタッチパネル、個人独自の技術を用いてディスプレイに触った時に操作の邪魔をする様々な原因を排除し、正確で安全した素早い反応を実現しています。それでは実際にウェブページをご覧いただきましょう。こちらのディスプレイ上にウェブブラウザのアイコンがございます。こちらをタップするとこのように画面が一覧でご覧いただきます。スクロールの複雑もこのようにスムーズに行うことができます。ソニータブレットは全ての操作を計算するための技術をタブレットに詰め込みました。続きまして、ソニーのネットワークサービスについてご紹介いたします。ソニータブレットの特